小児の歯科治療っていうのはですね、練習する機会がないのでなかなか体験することができないんですね。でさらにその暴れ回るっていうところの危険性もありますし、子どもっていうのはどうしても急変した場合自分で具合が悪いということを表現できないので、そこを全身管理観察する知識経験というのが必要なんですけど、そのトレーニングをする場がないので実際の本番になってしまう、そういうところをシミュレートできるように、開発いたしました。緊急事態というのはどうしても経験をする必要がありまして、その失敗を経験するっていうことがとても大事なんですね。でそういうふうなシミュレーターになっております。でさらにですね、今後の展開としては、お子さんを持つお母さんだったり小学校保育士看護師の方々にも、子どもに関わるいろいろな方々に体験してシミュレートしていただけるように開発を進めたいと思っています。